ニフラルは日本の大阪府水田市里万博公園内に所在する博物館。水族館を主体として動物園や美術館を融合させた博物館といえる。三井不動産がエキスポランド跡地を再開発した複合商業施設エクスパシティに属する施設の一つである。水族館は人工海水を使った内陸型で海遊館が展示プロデュースする。 1990年から大阪市で水族館を運営している海遊館によるプロデュースの下で生きているミュージアムとの呼び名を持つ施設で日本動物園水族館協会に加盟。感性に触れるをコンセプトに従来の水族館、動物園、美術館のジャンルを超えてアートの要素も取り入れた生き物の美しさ不思議さを直感的に表現した子供から 大人まで感性を豊かにする展示を行っている。そのため、水族館でよく飼育されている魚類や水辺の生物に限らず、哺乳類や鳥類も飼育している。名称のニフラルは、コンセプトの感性に触れるから採用した。ロゴマークは、進化する生物とエクスパシティのゲートとしての役割をイメージして、頭文字の N を図案化した水色のものが制定された。 オープン当初は館内を7つのテーマゾーンで構成。いずれのゾーンにも生き物たちの一番面白い特徴や特性を知るための謎かけとして夏い月の監修による生き物575す全ての水槽に掲示している。その一方で展示内容を全面的に変更できる可変性をあらかじめ一部のゾーンに備えているため該当するゾーンでは オープン後にテーマゾーンを随時増設している。建物は鉄骨造り3階建てで、竹中工務店が施工。通算の入場者数については、2016年4月9日に100万人、オープン1周年直前の同年11月8日に200万人を記録した。その一方で、2016年には、テトラオドンショーテテニー、パオアベー、パウスバッティ、2019年には、 マミズフグの自然繁殖に世界で初めて成功。2020年12月には日本動物園水族環境会の会員としては初めて以上4種類のフグにおける自然繁殖の成功が同協会から正式に認定された。ニフラルのホワイトタイガー。ありがとうございます。